アダム・エルスハイマーは17世紀初期の画家。エルスハイマーの絵はサイズが小さく、ほとんどが銅板に描かれたキャビネット絵画だった。作品には様々な照明効果が含まれ、風景画については革新的な処理を施した。レンブラント、ルーベンスなど多くの画家たちに影響を与えた。トロイの炎上 6X50cm。聖家族と洗礼者。 ヨハネス 37.5X24 センチメートル、エルスハイマーは、ドイツのフランクフルトアムマインに、熟練した仕立て屋の10人の子供の一人として、生まれた。聖火は、アルブレヒト・デューラーの、ヘラ・オルターピースが飾られていた教会から、数メートルのところにあった。エルスハイマーは、フィリップ・フェンバッハの弟子だった。1596年におそらく、 ストラスブールを訪問した。1598年、20歳の時に、ミュンヘン経由で、イタリアに行ったことは文書に残っている。記録には残っていないが、エルスハイマーの作風には明らかに、ベネツィアの影響が見られるため、ベネツィアに滞在していたものと思われる。エルスハイマーは、 ヨハネス・ロッテンハンマーのいくつかの素描を所有していて、ひょっとしたらロッテンハマーの助手をしていたのかもしれない。ロッテンハマーはキャビネット絵画を専門とする最初のドイツ人画家で、数年ほどイタリアに住んでいた。逆に、ウッフェンバッハは大規模な祭壇画が専門だった。エルスハイマーは、ベネツィアで、キリストの洗礼や、聖家族といった。 代表作のいくつかを描いたと信じられている。それらには、ロッテンハマー以外に、ベネツィアの画家、ティントレットや、パオロ・ベロネーゼの影響も見られる。1600年の初め、エルスハイマーは、ローマに到着して、ロッテンハマーのコネで、バンベルク出身の教皇の主治医、植物学者、美術収集家のジョバンにファベールの知域を得た。ファベールは、バチカン植物園長で、後には、 アッカデミア、デイ・リンチェイのメンバーとなった、自然科学に、造形の深い人物だった。フランドルの風景画家で既でにローマで名を成していた、パウレ・ブリルもロッテンハマーの友人の一人だった。後にブリルは、エルスハイマーの結婚式の立ち会い人となり、絵を合作したこともある。死ぬ前には金も貸していた。ファーベル同様、ブリルも長い間ローマに居住して、ルーテル教会から、 カトリック教会に改修していた。エルスハイマーも後に同じように改修した。ファーベルとブリルは共にルーベンスの知り合いだった。ルーベンスは1601年にローマにいてエルスハイマーとも友人になった。後の話だが、ルーベンスはエルスハイマーにもっと数多く制作するよう出席したこともある。 ルーベンスの弟子になったばかりのダフィット・テルーニスとも、知り合い、一緒に住んでいたという記録がある。1604年、ローマから帰国して間もないフランドルの画家、カレル・バン・マンデルは、辞書、チャイルダー・僕の中でエルスハイマーの作品を絶賛し、エルスハイマーは、地筆で、素描をほとんど描かないと紹介した。エルスハイマーは、教会で、 巨匠たちの作品を見て学ぶことに時間を費やしていた。他の著作家の本では、エルスハイマーの非凡な視覚記憶能力、憂鬱症、情け深さが言及されている。エルスハイマーの死後、ルーベンスは、こんなことを書いている。小さい人物が、風景が、その他多くの主題において、彼にかなう者はいなかった、人は彼から、これまでもこれからも決して見ることのないものを、 期待することができた。トビアスと、天使、ラファエルの複製、19X28 センチメートル1606年、エルスハイマーはカローラ・アントニア・ステュアルダダ、フランコフォルテと結婚した。1608年には、エルスハイマーは、すでにカトリックに改修していた。ローマの画家たちのギルド、アカデミア・ディッサン・ルカにも入会。その時提出した、 自画像は現在ウフィッツ美術館にある。名声と才能にかかわらず、エルスハイマーの人生は、財政的に困難な状況にあったようである。トビアスと天使、ラファエルは、風景画に、新しい概念を持ち込んだことで知られる。この絵は、ヘンドリック・ホート伯爵によって版画化され、ヨーロッパ中で出版された。エルスハイマーと、ホートは、数年間もに暮らし、 共に修行した仲だったが、仲が良かったかどうかは微妙である。エルスハイマーは法トから借金をしていたようで、ある記録によると、そのことで、債務者監獄に短い間投獄されていたとある。1610年に、エルスハイマーがローマで養成した後、法トは、エルスハイマーの絵のいくつかを所有していた。法とは、エルスハイマーの絵から七つのエングレービングを、制作した。 エルスハイマーの絵を生で見られる画家はごく少数だったので、その版画がエルスハイマーの影響を広めることに大きな役割を果たした。エルスハイマーは神話でも宗教でもあまり描かれていない、あるいは全く描かれていない主題を選ぶのを好んだ。バウキスとピレモンの家のユーピテルとメルクリウスは、オウィディウスの話に基づいているが、それまで一度も絵にされていなかった。 ケレースのアザケリ、アポローンと、コロニス、イルコンテントもほとんどそうだった。宗教画のいくつかはありきたりな場面を描いているが、描いた瞬間は普通のものと違っていた。バウキスとピレモンの家のユーピテルとメルクリウス17、X22 センチメートル、十字架公用48、X35 センチメートル完全主義という鬱症の、せいで、エルスハイマーは、 多くの作品を残せなかった。クレースマンによると、エルスハイマーの作品と認められるものは全部で40点ほどしかない。エッチングも少々残してはいるが、成功したとは言えない。しかし、エルスハイマーの作品は、その質の高さから他の画家たちや収集家の高い評価を得た。ローマ在住だった北の画家たち、パウル・ブリル、ヤンピナス、レオナールとブラーメル。 それに、レンブラントの死でおそらく1605年までローマにいた、ピーテル・ラストマンたちには直接の影響を及ぼした。日付から言って、レンブラントの最初の作品、聖ステパノの石打ちは、同じ題材のエルスハイマーへのレスポンスであるように、見える。イタリアの画家たちでは、カルロ・サラチェーニのウィディウスに基づいた6枚の絵に、はっきりとエルスハイマーの影響が見られる。 少なくともエルスハイマーの絵を4枚所有していたルーベンスはローマでエルスハイマーと知り合ってエルスハイマーの主語は書簡の中で高い称賛を示しているより広い意味でエルスハイマーが美術界に与えた影響が3つある第一に極めて独創的な夜景描写であるエルスハイマーの照明効果はカラバッチオの強烈な明暗のコントラストと異なり 非常に淡い。エルスハイマーは、しばしば5つの光源を使っていて、明暗の変化は、比較的穏やかで、光のよく当たっていない部分に、重要なことが描かれていることもあった。第二に、詩的な風景と前面に大きく描かれた人物との、組み合わせで、それは、初期ルネサンス以降滅多に見られなかったことだが、風景に重要性を与えた。 ヘルスハイマーの描く風景は常に広大な景観というわけではなく、青々と茂った草木が孤立していることも多かった。ブリールやヤンブリューゲルと比べて、より写実的、それに劣らず指的で、ニコラ・プッサンやクロード・ロランの風景画の先駆けとなった。一方、風景を人物の背景として扱うことは、ルーベンスやアンソニー・バンダイクを間に挟んで、 18世紀のイングランドの肖像画家を予期させるものがある。死後間もなく、エルスハイマーは、チャールズ一世、第21代、アランデル博、トマス・ハワード、初代バッキンガム校、ジョージ・ビリアーズといった、イングランドの収集家の人気の的となり、当時、エルスハイマーの絵の半分以上がイングランドにあった。第三に、若い頃を修行した。 ドイツの伝統とイタリアのスタイルの統合である。それは、デューラー以降の北の画家たちのそれより、効果的だった。エルスハイマーの作品は、事件の劇的状況は、抑えるが、変化の始まりと瞬間を見せるという傾向があった。描かれる人物たちは、比較的背が、低く、ずんぐりして、古典の理想体系はほとんど反映されていない。ポーズや身振りは、派手さがなく、 表情は、イタリアルネサンスのほとんどの作品にある、ベイリア・フィグラよりも、むしろ初期ネーデルラント絵画のそれに似ている。ありがとうございます。